終止符は、横書き文書で文の終わりに打たれる点である。約物の,の一つであり、図に示すようにベースライン上に置かれる。英語では、ピリオドピリオドまたは、フルストップフルストップと呼ばれる。アメリカ英語ではピリオドが普通であり、イギリス英語では、フルストップがやや優勢である。日本語の縦書き文書では、文の終わりにもっぱらく点が用いられる。 横書き文書では、句点を用いる流儀と終止符を用いる流儀があるが、普通はいずれか一方に統一され、混用されることはない。なお、横書きの公用文書には、旧文部省の公用文作成の要領及び、旧自治省の左横書き文書の作成要領のいずれにおいても、句点の使用が正しいとされているため、終止符は用いられない。日本語ベースで、オーブンマジリの横書き文書では、 特点、終止符の両方が混用される場合があり、その使い分けは、その直前の文字種に合わせるといった流儀もある。また、数式やオーブン文字を、ある程度用いる、理学系の文書などでは、統一性の観点から終止符に統一しているものも、多い。オーブンではもっぱら文の終わりに終止符が用いられる。省略記号も、参照英語など多くの言語で、略語の最後に終止符と同じ点を打つが、 イギリスでは単に、ミスター、ドクターなどとすることが多い。この途中の音を略すときには、アポストロフィーが用いられる。当時語でもそれぞれの字の後ろに終止符を打つことがあるが、英語では終止符を打たないことも多い。小数点も参照2本。中国、英語圏などでは、小数点に終止符を用いる。ヨーロッパ大陸などでは、大きな数の3桁ごとの区切りに終止符を用いる。例 12.345、空白を用いる場合もある。例、12345。なお、この場合、小数点にはコンマを用いる。例、1、23、13.344、5 5七677、889、92日本の道路標識の時間表示いくつかの国では、年月日の区切りに終止符を用いることがある。 GSX03-01 から2019では、年月日を言語の記号を用いて表記する場合においては、年、月、日の区切りに終止符を用いると定めている。日本の公用文作成の要領においても、昭和24.4-1のような書き方を認めている。時と文の区切りに、の代わりに終止符を用いることがあり、日本の道路標識では、そのように用いられる。 装飾として、文字の間に、ピリオドが入れられる場合がある。発音はピリオドがない場合と同じように行う。stalker など、コンピュータ関係では通常、ドットと呼ばれ、小数点以外にも様々な用途に用いられる。ファイル名やインターネットのホスト名や、ip アドレスなどの区切り記号として用いられる。日本語では、横書きに終止符を用いる場合であっても、 縦書きとするときには終止符は次のように置き換えられる。終止符は前述した例を除き文章中に用いられるものであり、固有名詞や単語に含まれることはほとんどないが、日本語において、下記の固有名詞の例が存在する。ありがとうございます。